対1のドローゲームをどう評価されますか？そうですね、想定した通りのゲームではありましたけども、失点のところまでは想定してなかった部分があります、非常に難しいゲームではあったと思いますけども、最後追いついて、本当に選手がよく頑張ってくれたと思います。本当に拮抗した中、後半もいい入りをしましたが、その63分の失点、あの場面はどうご覧になりましたか？僕らがピンチになるのはやはり、どこもそうかもしれませんけども、やはりボールを失った瞬間、やはり相手はカウンターをやはり狙ってくる部分もありますし、そこでのやはり個の質の高さっていうものを、見せつけられたかなという部分はあります。ただそれ以外のところで我々が身を取ってたという部分は特に、もちろん1対1の部分でもう少し勝てなくてはいけないと思いますけども、最終的には追いついて、2点目を取られずに追いつけたことは、プラスの材料かなというふうに思います。本当に先制点を与えた後、推進力のある3枚の選手を投入しました。その後交代された選手の活躍、三戸選手がゴールを決めてくれましたね。そうですね、それぞれ の伝えたタスクをしっかりとやってくれたこともありますし、加えてやはり状況にしっかりあった最適なプレーをしてくれたと思ってます。代表から帰ってきて即結果を決めたことに関しては、三戸選手についていかがですか？そうですね、代表でも得点を取っていますし、こういう流れというんですかね、分かりませんけども、いい波にやはり乗って、これからも活躍してほしいというふうに思います。次はホームで横浜 FC 戦です。前回大会で敗れている相手に対し、どんな試合をサポーターに見せてですか？いや、もちろん我々らしく、ただしっかりと結果が伴ったゲームをしっかりと見せたいというふうに思っています。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。